水野氏は、寒武平士両権流の一門。平安時代から、室町時代にかけて、尾張国山田荘水野号を拠点として、尾張北東部に勢力を持った武家。水野氏は、寒武平士の系統である長田野氏の支流である。水野氏の系譜などによれば、陳府将軍平良家の孫、松室来が、伊勢、尾張に進出し、松室来の孫、京家が、 尾張国の始祖に住んだ。この始祖において、教家への子として、水野氏思想とされる、慶帝が生まれた。平安時代後期に、慶帝は、尾張国山田僧、水野郷にいるお嬢を築いて居住したため、水野太子平太と称し、水野氏の始祖となったという。平安時代末期には、山田僧、水野郷や志田三里を支配下に置いた。 上級の乱が起こると一族を挙げて朝廷方につき、幕府軍と戦う。南北朝の動乱期には、水野いたす国が北朝を要した、足利高氏方につき、水野いたす県が、足利忠義方や、南朝方につき、それぞれ軍功を挙げた。またこの頃、水野義春が新居京に進出して城を築き、室町時代後期には、水野高氏国が、 大森里まで勢力を伸ばした。江戸時代には、水野氏の宗家にあたる水野県平家が、尾張藩、水野大官お林方奉行を歴任するなど、尾張藩主化を多く出した。水野氏は全州に敬するところ厚く、同地方における全州交流の礎となった。ありがとうございます。